L375S タントカスタム。前回ねクーラーコンプレッサー外しました。でね、クーラーホースを外していきたいと思います。でクーラーコンプレッサーの時にね、まあ、ホースメントまではどうかをちょっとわからないですが、まあ保温とかね、この配管の外し方やってます。でクーラーのね配管の場合はね、必ずバンパーと左のヘッドライトは外してください。まずねこのクーラーコンプレッサーについてるホースを外していきます。で遠見りです。でね、ちょっと硬い場合、ちょっとモンキーなので挟んで緩めてください。ちょっとね揺さぶってもらったら抜けます。でね、次からはね大変になります。まずずっと来て、ここ1箇所止まってます。でずっと来て、この奥にね遠見りあります。で高圧の方はここ止まってます。でプレッシャースイッチ、まずプレッシャースイッチ抜きます。押して引っ張るです。でここピンあります。まあ、上とね下押せば抜けます。で外す際はねこいつバチッと抜きます。ここもね同じです。抜けます。外します。こことね、ここはね、まあ外したことにします。でね、今ね、なんかね、外しやすいと思ってたんですが、カウルトップがね、多分邪魔で外さなダメかもわかります。で、ここもね、バッテリーの捨ても外した方がいいです。見えるかな、このねパイプとパイプの間、真ん中にね透明があるんです。ちらっと見えてるかな。こいつをね外していきたいと思うんですが、こいつねバッテリーとかねほんまは外した方がやりやすいんですが、まあ、今回ねもうちょっと横着します。こんな感じでね首振りのねボックスを使って外します。これね、後で外してから工具紹介します。ちょっとね、ネジ落としてしまいましたがね。こんな感じで
首振るやつですね。全部首振る、これを使いました。でネジはね落としましたからね。あとはねこの低圧側にね高圧側を止めてるステがあります。で下から上にぐるっと回してもらったら外れます。ここもねゴムのオーリングがついてるので揺さぶってもらったら、キャニスターがね邪魔な場合はねグッと両手でねちょっとグッグッグッと上に上げてもらったら外れます。こんな感じで外れます。で手圧もね一緒です。抜けました。でここ抜いてもらったらねまずねこのコンプレッサーのこのホースですね外に出しとった方がいいと思います。オイルが垂れてくるのでこいつがねこいつに引っかかってね固定されてます。で液パンはねこのホースをね両方とも外してもらったらこれ左右にね2箇所6角があります。で6角で外してもらったら手前に抜けます。サイズ4ミリです。まあ、商品紹介、まあ、ざっとねまあ、こんな感じです。今回ねコンプレッサー外した後から、まあ、クーラーホースパイプを外していきました。でね関連した動画は先に見てください。で他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。